春はまだかな。いやもう春はもう来た、すぐそこまで来てますね。来てる？はい、来てます。もう自分昨日卒業式だったんですけども。おお、おめでとう。はい、ありがとうございます。もう桜咲いてましたね、武道館に。武道館、はい、武道館でやったの、はい、日本武道館でやりましたね。すごいじゃん。はい、今日さ、はい、ちょっとこのエリアのさ、桜スポットをさ、はい、今どんな感じかなってちょっと回ってみようと思うんだけど。はい、うん、よろしく。はい、よろしくお願いします。そっか、もう桜来てたか。はい。お、すげえ咲いてんじゃん。ほら見て、もうほら出店出ちゃってんだから、はい、ほら花見用に見て見て、ほら、ね、なんかこれこんなよ、こんな、ほらお花見客いるんだよ、だからもう。へえ、お散歩がてらのお花見いるな。いますね、うん、ほら見て、これこれこれ何分咲きだこれ。あ、でも咲いてますね。5分7分って感じ。まだ満開ないんだ、はい、これやりますね。うん、でほらあそこの木、はい、あそこの木なんてまだほら全然じゃん。はい、まだいけるね。津田山はこんな感じだ。だからあの入り口のさ、さっきのピンクの桜とこの桜は種類違うのかもしれないね。ソメイヨシノさんでしょ、はい、だってこれは。あ、こちらソメイヨシノさんでしょ。はい、向こうは河津桜かもしれないしさ、はい、あれは綺麗に咲いてた、はい、うん、綺麗です ね、 ね、3月の末にはもう満開になるかな。はい、うん、ね、今日天気いいから。天気いいですね、うん、これはもう本当にね、はい、普段だったらもう花見日和ですよ。はい、こっち、こっち結構咲いてんじゃん。咲いてますね。色がいいですね。色がいいね、綺麗だね。でまだまだ全然よ、これあの、はい、つぼみめちゃめちゃあるよ、つぼみ。咲かない桜はないから、咲かない桜はないから。なんだその笑いは。次行こう。はい、ここちょっとまだだね。はい、全部咲きぐらい。これ花よりつぼみの方がまだ多いもんね、ここね。はい、でもあの辺もさ、こうしだれ桜になって綺麗だよね。あ、綺麗ですね。これやっぱ青空でさ、すげえよこれ、はい、絵になるよこれ。さすがだよこれ、ほら絵になっちゃう。いや、いいですね。いいね。ここも、はい、ここ円筒分水って言って、ここからこう二荷両水でずっと向こう出てんだけど、はい、それこそ溝の口とか、あとその先新城とか向こうの方は、はい、むちゃくちゃいいよ。へえ、うん、菜の花が綺麗だよな。わー、こっち。いや、綺麗ですね。綺麗だよな、この黄色い花がな。いや、綺麗です、うん、色がはっきりして見て、ほら、あそこに、はい、カルガモちゃん、あれ円筒ブースで初めて、もしかして。ここ 初めてです。僕らはね、小学校の時にここ見学来るのよ、はい、あ、そうなんですか。うん、あの、はい、なんか社会学習で見学に来ます。はい、ここですね。あ、でもすごいね、はい、こっちの方は咲いてるけど、奥全然咲いてないね、そこね。奥は全くですね。ね、はい。しかし大地くん、菜の花が綺麗だね。わー、いや、綺麗ですね。菜の花、どこにもついてますね。菜の花見に来た感じになってるね、はい、これ、はい、うん、菜の花はしっかり咲いてますね。うん、ここ咲いてんな。咲いてますね。これ満開ではないよ、はい、でもね、満開ではないです。ちょっと見に行ってみよう。まだ全然つぼみはあるね。でも結構咲いてないよこれ。いや、しっかり咲いてます。これはまだつぼみだな。はい、つぼみだけど、でもいい感じだ、綺麗だね。めっちゃ綺麗ですね、ここね、うん、ここ有名でね。はい、これね、左に第一公園っていう公園なんだけど、そこはね、はい、まあ、今年はちょっとやらないと思うけど、はい、桜祭りっていうのが開催されるの、毎回。あ、そうなんですね。結構綺麗よ。第一公園行ってみようか。はい、ちょっとね。
ございます。ここは、第一公園ね、はい、宮崎第一公園、はい、合ってる？合ってます。分かってんなって思う合ってますけど分かってないだろう、まあ、見てみ、ここ、はい、もうさっきの桜坂と排斥距離ないのに全然咲いてないよ。ここ咲いてないですよ、うん、まだまだこれから、はい、ほらつぼみあれだし全然こんな違うんだ。しかし野球やってる子供たちめっちゃ集まってんな。集まってますね。でも卒業してんのか中3かな、はい、中3かな。もうね、はい、元住吉のねこの住吉桜って書いてあるさ、はい、これ結構有名みたい。あ、そうなんです、ね、日本全国でも結構有名な桜なのって。へえ。そう、はい、まあ向こうがね小路通り商店街っていうさ、はい、元住吉の駅なんだけど、はい、ここから結構花見スポットなんです。ここだってこういう、ね、完全にもうスポット的な、はい、あるもんね。いいんじゃないこの感じ。わあ。ここいいですね。この感じいいじゃん。気持ちいいです。確かに、はい、いい感じだわ。これがダーッと満開になるんでしょうか。ダーッと向こうまで。いいね。いいですね。ここはねせせらぎ遊歩道、はい、今中原区ですね。全然じゃん。ほら全然だわ。あ、全然です、ね、咲いてない。まだまだ全然先だね、はい、これは本当に 2,3 分って感じだね。はい。だから全然違うな、場所によって。全然違いますね、ね、本当にすごいわ。何箇所だっけ。5か 5箇所です、うん、5箇所かな、はい、ぐらい回りましたけど、はい、まあ、川崎市内のこの中部エリアでも桜の咲きところはまちまちということで、はい、ぜひですね、まあ、このようなご時世ですので皆さんぜひお散歩でお花見を楽しんでいただければと思っております。春の季節をお楽しみください。ということでじゃあ今日はこの辺で、はい、さよなら。はい、本日も皆さんフラットさんが行くご視聴ありがとうございます。いいな、面白かったなと思う方ぜひぜひ高評価、そしてこちらのボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。フラットさんインスタグラム、ツイッターやっておりますので両方フォローお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。